はい、こんにちは、カズボです。ポケットモンスターサンドムーン、続きをやっていきたいと思います。ですね、前回ですね、ネクロズマというね、伝説ポケモンを捕まえましたというのがね、まあ、条件と言いますと、あのね、まあ、全クリ後ですね、まあ、ウルトラビースト捕獲というイベントがありまして、それを全部こなすとね、テンカラトヒルというね、メレメレ島のね、テンカラトヒルという山の奥にね、出現するというポケモンですね。まあ結構大変だったんですけど、レベル75とかあってね、やはり伝説級のポケモンでしたね。そして、もう一つね、ちょっと情報いただきまして、今後ろにこの裂け目があるんですよね。時空の裂け目みたいな。というのが、今ポケモンで、このルナーラ連れてるんですよ。ね、あの伝説ポケモン、ルナーラを捕まえた場所ですね、ここ。今ね、これムーンバージョンだと、これね、外が昼なんですよ。まあ、夜にプレイするとね、まあ、世界が昼なんですね、このポケモンの世界。ですけど、サンの場合だったら逆なんですね。昼だったらちゃんと昼でね、夜だったら夜みたいになってる感じなんでね。まあ、対をなしてるんですけど、ここに入るとね、サンの世界に行けると。歪みの先に別の世界が見える。行ってみますか。はい。ということでね、行きます。で、行きますと、今の月輪の祭壇だったんですけど、これね、日輪かな？日輪の祭壇なのかな？ほら、夜なんですよね。夜にプレイ、ムーンバンジョーで夜にプレイしてるのに、まあ、夜にね、来れると。でね、この状態で、要は、リザードンフライトをしまして、でここからは知らないんです、本当にね。まあ、ここまでは情報を聞いたんですけど、その先はちょっと楽しみにという話なので、16番道路に近づくぐらいかな。ってことは3バージョンの月輪の、祭壇には何があるのかって話なんですよね。そこにポケモンがいるという話なので、まあ夜ね、夜にしか出現しないポケモンもいますし、ね。まあ、今回はね、そのポケモンをね、このイベントをやることによって捕まえられるポケモンのね、まあ、紹介をやっていこうと思います。なのでね、そんな動画的に長くならないと思いますけど、そのポケモンはね、進化するみたいなのでね、そこまでやっちゃおうかなと思います。あ、それはね、裏作業になるんですけど、まあ、このパートに全部入れようかなと思ってます。ここですよね、おそらくね。さて、お！ルナーラが突然大空に向かって叫んだ。マヒナペア、久しぶりに来ましたね、これね。おお、もう一匹ポケモンがどこからかやってきた。これ3のポケモンだ。ソルガレオ。コスモグだ。え、ちょっと待って、コスモグだ。はい。コスモグを連れて行きますか。はい。あ、そういうことか。ピュー。あ、なるほどね。これってこの時点で厳選できるのかな？あ、やっぱ進化しますもんね、これね。ああ、そっか、そういうことか。そういえば入れてなかったですもんね、これね。はい、伝説ポケモンが登録されたろ。星雲ポケモン、コスモンクね。大昔は星の子という名で呼ばれた。別世界のポケモンと言われているが、詳しくは不明。じゃあ、これ、レベル上げましょうか。じゃあ5万台でいいかな。なるほど、これでレベル上げればね、進化しますね。じゃあね、進化させちゃいましょう。ということで、せっかく3のところ来てるんでね、まあ普通にレベル上げますけどね。なのでね、まあ、とりあえずはね、イベントはこんな感じです。なので、あとね、進化させるまでやってみたいと思います。はい、来ました。レベル43ですね。コスモグの様子が。はい。おめでとう、コスモグはコスモウムに進化したと。また1個余りましたね。
はい、原始性ポケモン。エスパー、高さ 0.1 メートル。重さ 999.9 キロだって。そんな重いのこれ。硬い殻の中で黒いコアに何かが集まり続けている。別世界のポケモンと言われる。何か覚えるんですね。コスモパワーか。ここで覚えるんだね、コスモパワーってね。なのでね、これをね、またさらにレベル上げると、時間帯によってね、昼だったり夜だったりあるんですけど、その時間帯によってね、ソルガレオになったりね、ルナーライになったりするらしいので、例えば今、自分の場合、ムーンバージョンでやってるんですけど、ムーンバージョンでもね、ソルガレオまではね、入手可能ということですね。ルナーラも2体入るんですけどね、そうするとね。図鑑埋めだったらソルガレオかなーって感じはしますけどね。厳選するんだったらね、最初出てきたルナーラをね、何回かやってればいいかなと思いますけどね。こっちのコスモクを進化させるよりは分かりやすいので、こんな感じですね。ここまでね、ポケモン入ったんで、あとね、カプ系も入ってないし、いい加減バトルツリーに行かないかということでね、次回ね、そちら側に回りたいと思います。はい、ということでね、今回は、あんな感じでね、サンとムーンのね、世界を行き来できて、昼と夜ね、変わる感じですね。そして、ムーンだったらサンの世界で、サンだったらムーンの世界ってね、出てきた、祭壇のね、日輪の祭壇だったら、月輪の祭壇かな、そちら側に行くと、ルナーラとかね、伝説ポケモンですね、ソルガレオとか、それを連れて行くと、コスモグが出現して、レベルを上げると感じでね、コスモに進化します。だね。今回ね、そのパートですね。伝説ポケモン捕まえ方です。そしてね、自分の場合図鑑も埋めてますので、この間にね、実は交換したりして、もうポケモン手に入れてるんですね。サンから連れてきたりしてるんですけど、それだけね、最後紹介したいと思います。それでね、今回終わりたいと思います。はい、まずはこちらですね、ポワルン。これがね、特殊でして、天候、関係あるんですね。普通のフィールドでね、雨を降らした時に、仲間をね、呼んだ時に出てくるポケモンです。シェードジャングルでね、一回ラランテスとね、主戦った時に一回姿を現しているので、やっぱり雨降りの時に仲間を呼んで出てきたポケモンなのでね、これもシェードジャングルで出現します。ただなかなか出てこないんでね、きついですね。気温や湿度に細胞が敏感に反応し、姿が勝手に変わってしまうのだ。ということですね。はい。そしてね、このね、ズガイドス。これも、サンのバージョンだったらね、もらえる化石あるんですけど、ムーンだったらね、アーケンと、あとね、何でしたっけ、タテトプスだ。あれがもらえるので、サンバージョンだったらこのズガイドスもらえますね。ズガイドスの化石が見つかる地層では、へし折れた樹木の化石も一緒に出てくるぞ。はい。そして、このプロトーガ。これもそうですね。古代亀ポケモン。多くの亀ポケモンの先祖と言われる。約1億年前の暖かい海に住んでいた。これね、通信する前にね、プロトーガがサンにいたんですけど、サンの場合だとね、前も説明しましたけど、若干ね、説明が違うので、1000メートルの深海まで行けるような体をしているみたいな、ね、そんな説明だったりするのでね。そういう違いとかも楽しむのも面白いかもしれませんね。はい、そしてまたサン限定ポケモンね、バクガメス。これは、サンのね、ホテリ山あたりに出てきますね。爆発ガメポケモン。鼻のこれなんだろう。これなんて言うんだろうね、鼻の穴なのかな。から、炎や毒ガスを吹く。糞は爆発物でいろんな使い道があるとね。余分なところがないんでしょう。はい、見つけた数がね、今289種類でね、捕まえたのが281種類まで行きましたので、プロトーガとかね、ズガイドスとか進化させたらね、また埋まるので、あとはね、捕まえてないポケモン大体わかるんですけど、それはね、バトルツリー行った後にでもね、紹介して、全部埋まりましたって感じもいいでしょうね。あとカップ系もね、全然取ってないので、それはそれでね、回りたいと思います。とりあえずね、バトルツリーに行ったらレベル上がる仕様なのかな。上がんなかったらそのあたりでね、上げてね、今回これ捕まえましたって感じで紹介していこうと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。